その中で、まあ、その争奪戦の中で札幌を選んだ理由は何かあるんですか？やっぱまず北海道に生まれたっていうことと、まあ、僕自身やっぱどこのチームの練習も参加してなかったから、で練習試合やってたのが札幌っていうのと、あと室蘭大谷の OB の人が結構いたんですよ中に。スカウトの佐藤陳さんとか、その当時、はい、当時の三浦コーチとか、そうなんだ、がいたんです。池内智彦さんっていう選手もいましたし、レッツにいた、じゃあ鹿島、失礼しましたにいた人とかいたんで、すごい入りやすい環境ではあったなっていうのと、あとはまあ僕が入る2007年かな、僕8年に入ったんですけど、7年にあの優勝してるんですよね J2 を、はい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 、のその試合を見に行ってるんですよ僕監督と。まあドームじゃないですよね。ドームです、ドームです。ドームあったんだもん、はい、あそうか、2002年に来たか、はい、その試合を見に行って、まあ、会場の雰囲気とサポーターの熱と、まあ、来ましたねガツンと。はい、いやでも地元でできる、まあ、今までね来てもらってる選手もそうだけど、地元でできるってどういう気持ちなの？俺やったことないからさ。友達もいる、家族もいるしさ。いやでも地元でしかやってないから、これがどうなのか分かんないですよね。いろんなとこ行って結局地元でやって、地元でやったらやっぱ良さが分かるっていうのはあるんですけど、札幌しか知らないし、まあ、ただホーム感はすごい強いと思います。でも逆に出たいとかさ、まあ、こんだけ、まあ、ある程度のキャリアも積んできた中で、正直、まあ、噂話ですけど、はい、まあ、オファーはあったわけじゃん。して出なくて出れる環境もあったわけじゃん。 J2 に落ちる、して毎年 J2 とかさ、でもそこでやっぱりここに留まるっていう、なんだったの？まあ、でも最終的には、まあ、でもこのチームでやることがベストだっていう決断をしたこと、まあ、そこは環境、サポーター、まあ、チームへの愛と か、 なんかトータル的にはそうですけど、まあでもこのキャリアの中でオファーがあって、まあ自分の成長のことを考えたら、まあ出た方がいいのかなっていうので、出た方が選手としてもうちょい成長するのかなっていう思いがあって迷ったっていうのは、迷ったというか話を聞いたっていうのはあるんですけど、まあ最終的にはまあ、このチームでベストを尽くせば成長できるっていう判断をしたことですよね。はい、このチームでベストを尽くせば成長できるチームが自分の地元のチームなんてめっちゃ幸せだよね。まあ、今振り返ってみればさ、こうやってバンディエラ的な存在にもなってるしさ、まあ、歴代コンサドーレの選手でも一番出てるとかさ、それはまあ俺って後継ぎだと思うんだよ、はい、でもやっぱりそういう中で、まあ、ひろきは最後にさ札幌への愛って言ってたけど、やっぱりそこはやっぱりまあまあまあ別に言ってもらう必要はないと思うんだけど、俺はやっぱり一番強いんだろうなっていうのは、まあ俺もこの5年しかいないけど、やっぱりそれも一番強く感じるし、やっぱりひろきの人間性っていうのはやっぱりなんか俺が北海道に来てやっぱり一番感じたのは、やっぱりなんかひろきの人間性が、まあこいつのキャプテンだからこういう若いやつの性格とかねっていうのはめちゃくちゃ感じる。俺みんなね、この番組だけじゃなくてもめちゃくちゃ北海道民褒めてるわけよ俺なんか最初シャイなんだよ本当に、はいはい、そうですね、そうめっちゃ最初シャイなんだけど、もう迎え入れた時のこのホーム感っていうか、まあね、三上さんもそうじゃん、はい、GM の三上さんもそうなんですけど、やっぱあの男気とかもそうだし、なんかすげえ感じるなっていうのはなんかひろきを見てて、これ本当に別にこの大先輩なんで、大先輩ムロランを大先輩そうなんで、三上さんもムロランなんだ。三上さんも京介さんもですよ。うわすごい北海道ムロラン大谷します。北海道ムロラン大谷、そうですね、すごいね。でもやっぱりなんか、うん、俺からしたらやっぱりで僕ができなかったことだから羨ましいなっていうのもそうだし、まあでもそこはもう揺るがない部分ではありますよね、その札幌への思いとか、まあ、そこは何があっても揺るがない部分だし、もう今サッカーをするやっぱ根本にある部分、はいはいはい、やっぱ そこを、まあ、入るときにね、やっぱそういうのを決断して決めきてるわけですから、はい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 、まあ、そこは
いやでもいろんな選択肢が幼い頃とか幼いっていうか、まあ、若い頃はほらお金がいいとかさ、やっぱりそういう選択でね、浅はかではないけどさ、やっぱりそういうやっぱプロになったからにはやっぱそれも一つの評価だから、まあ、選択肢がある、うん、あると思いますし、うん、まあ、そこは個人やっぱ個人事業主、一、うん、人のサッカー選手としてどうプランニングして、まあまあそうだね、どうサッカー短いサッカー選手じゃないですか、うん、サッカー人生じゃないですか、だからそこをどう、うん、自分その期間で高みを目指すための手段がいろいろある中で、うん、まあ、僕はここに残るって決断したまでで、まあ、いろんな選択肢があると思うんで、うん、まあ、出てった選手がどうとか僕は思わないですし、まあそこは決断ですからね、一、うん、人の選手の、そうだね、ただ本当札幌の来た人みんないますからね、やっぱ札幌の環境とサポーターとこの温かさっていうか、そうだね、だ僕もレースの時にほら古部さんってフィジカルコーチがね、はい、俺全然まあレースの時なんて別に北海道の話なんてしてなかったのに、ここ札幌はいいぞっつってなんかそれを覚えてるから来た時には確かにいいとこだなと思って感じてたね、なんか話バーって飛んじゃったけど、まあ、プロになって、はい、コンサドーレになって、はい、そこの現状も聞きたいよね、やっぱ1年目から1年目から試合出てた最初誰だったの？1年目は三浦俊也さん、おでも1年目は、まあ、怪我もあったんですけど、もう 1,2 年目ですげえ怪我してるんで、中足骨2回折れてるし、同じところ、はい、で左のすねも折れてるし、マジでだからそこであんまりだったですね1年目は。でも、まあ、6試合とかかな、5試合ぐらいですかね、まあ、スタメンも 1、2回ぐらいで、いやすごいね、まあでも全然大化の方が活躍してんじゃないですか。いやいやいや頑張ってるよね。頑張ってると思います。まあまあもっとこれからだけど、うん、その中でレギュラーに定着したっていうのは、最初トップチーム上がった時は J1 です。J1 で、はい、J1 で、うん、いやでももうやっぱめちゃくちゃね、強いっていうか、最初が J1 だったから、うん、まあどうなんですか、だからチームの規模とかもそんな分かってないし、今いるメンバーがどうなのかとかも分かってないんで、まあ結構打ちのめされましたよね、多分チーム的にもそうだと思いますし、まあ大半がやっぱ僕もコンサの人生で J2 の方が長いわけで、まあ、まあ入りのその J1 はこういうレベルが高いんだなって感じたのはすごい大きかったですけど、まあ1年目は別に怪我してたんで何もしてないですね正直。まあ、でもその中でさ、あもうやってけんなとかさ、なんか手応えってあるじゃん。まあでも練習してなかったっすからね。本当に怪我だったね。だからあんまドーンってくる感じではなかったっすね。やってけるとかやってけないとか。まあ年代別代表入ってたんで、札幌で練習して代表行って怪我して、直して代表行って怪我するみたいな感で、もう長期の怪我みたいな感じなんで、あんまりそうですね、チームが戦ってるのに対しての自分も参加してるっていうよりは、まあ見ている感覚の方がでかかったかなっていう思いますよね。そのまあ中高校3年生でさ、プロになるって決断し、コンサドーレに入る決断をして、自分はどうなりたいって、日本代表になってとかさ、まあまあまあどんくらい稼いでとかさ、鉄筋で住んでとかさ、ま、ないないっす、もう淡々とマジで、はい、別に、俺初めてかもしれないな、まあまあ、こういう人、本当にないっすね、だから日々をこう淡々と積み上げていくこと、上手くなるためにどうしたらいいのか考えてやっていくっていう感じっすね。いやいやいや、でもその中で、でも、はい、いやでもいろんなスタイルがあるからさ、はい、やっぱり積み上げていくっていうことも大事だし、まあもちろんね、でかい目標を持ってそこから、はい、でもそれは何、照れ隠しで、いや代表に入りたいとか言ってないわけではなくて、別に、いや本当にっす、はい、だから現実的じゃなかったんでしょうね、多分客観的に自分が全然足りてないって分かってるから、うん、別にそこを目標にしてなかったんでしょうね、だから達成できる、例えば試合に出ることとか、はいはいはい、得点をするっていうことにフォーカスして、うん、そこに対してこうアプローチしていくっていうか、はいはい、でもそれって一番大事じゃない、うん、どんなでかい夢持っててもやっぱりもうそこだと思うんだよね、うん、
っぱり一番今を大事にしてるとかさ、次の試合に勝つとかさ、本当に目の前の今日、もう今日どれだけ自分ができるかっていう本当積み重ねしかないから。そうですね。なんか今はさ、別にあの誰がいい誰悪いとかではなくて、なんかもちろんいろんな大きな夢は持ってるけど、じゃあそれだけの毎日をね、うん、ちゃんとハングリーにできてますかっていうところを、ね、やっぱり俺は選手として常に問いかけるっていう意味では、それは確かにね、ひろきのそのアプローチってすごいなと思う。まあでもいいかどうかは分かんないですけどね、僕はそういう感じだったっていうのと、うん、やっぱこのしっかりとした高い目標を持ってて、それを逆算してこうやっていける人もいるじゃないですか、うん、そうすればもっとレベルの高いトレーニングだったり、うん、その考え方だったり、他からの情報を得るとか、まあそういうのはあったかもしれないですけど、うん、だからまあそういうとこは僕の弱さっていうのは分かってるんですけど、うん、ちょっと若干足りなかった部分ではあるのかなとは思います、ね、そう見てるとなんかやっぱり常にその客観的に、はい、常に冷静に自分を見てるってイメージがあるんだよね。今もそうだし、あとそうですね、昔の記憶とかすごいじゃん。あ、まあ、そうですね、もう鮮明にアニメとかさ、ドラマとかも全部サッカーじゃなくてね、そう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 何聞いてもこのヒロキに聞けば全部わかるみたいな、はい、もうすごいよね。なんだろう、もういや、なんていうんですかね、やっぱ情報を、うん、まあ、癖っていうか、だから情報を取るのがすごい好きだし、必要だったんですよね、僕にとって。例えばだから僕、人の顔色とかすごい分かるんですよ。なるほどなるほど。機嫌悪いとか何考えてんだろうなとか、でそういう風に、まあ、幼少期から生きてきたんですよね。だからすごい常にアンテナを張ってる状態だから、なんかいろんなことが入ってくるんですね。だからそれもプレースタイルもどっちかというとそっち系じゃないですか、うん、自分の身体を生かしていくっていうよりは、しっかり情報を生かしてプレーするっていう、うん、だからそういうところにつながってるし、でもさ、それはさ、間違いなくこの年齢までできたのはそこどこが、はい、間違いないです。間違いないよね、はい、やっぱりその身体だけで、勝負してたら考えずに、はい、まあ、間違いなく怪我もあり、うん、まあそのね、身体能力だって、まあ、ある程度は落ちていくわけだから、だからそういうところは間違いなくいい方にも出てるよね、はい、だから間違いなくやっぱサッカー選手になる人って、うん、まあ中心っていうか、うんうん、その年代で中心の選手、うん、まあ、いわゆるナンバー10とかそういう人がみんな入ってきてポジション争うわけじゃないですか、はいはいはい、でもそういうのがなかったらやっぱ生き抜きっていけないっていうふうに自分でも思ったし、そこのやっぱ切り替えは早かったっすね。だから長くやって、その敏感だったっすね、すごい。ああ、このままこれちょっとフォワードで生きていけないからシフトチェンジしないといけないとか、まあリベロになった時もそうですけど、だからマイナスっていうかネガティブじゃなくて、すごいポジティブにすごい切り替えれるのはすごいなと思う、すごい大きいなと思います。まあやっぱりその、まあ、今キャプテンやってる中でもさ、いろんな状況あるじゃん、はい、その臨機応変さっていうのは間違いなく大事だし、なんかそういうところはやっぱりもともと、まあね、昔はそれが短所だったのかなって思うところもあれば、だからみんなもね、それが短所が長所になる時って結構あるじゃん。全然あると思いますよ、ね、だからそれを自分が長所で短所とかを知ってることが重要じゃないですか。確かにね、そうだね、しっかり理解してること、うん、したらそれが生きてくると思いますし、そうだよね、まあやっぱね、動じない、動じない、何が起きても動じないために、そうすべ、うん、ある程度理解しとく自分のことを。確かに。で俺もその身長低いのとかも、ね、はい、昔もずっと隠してたけど、はい、逆になんか身長165センチとかにしようかなと思って公表隠してたんですか。意外にでかい、意外にでかいじゃんって言われた方がさもっとでかくねって言われた方がいいのかなと思いながら、あと 顔のサイズとかもちょっと隠していこうかなと思って。いやいやいや、隠れてないっす。隠れない、ユニフォームで隠れないってことだから、ね、だってもういじられてます後輩たちお前がな、俺じゃないっす、俺じゃないっす、多分いじられ方、顔当たってないのに顔当たったとかいやいや、ま、でもまた顔ですねとか、いじられ方ちょっと度が過ぎてきましたね、うん、まあ、そう、もう度が過ぎてきたね。でもやっぱチームがそうさせるんじゃないですか、まあ、その雰囲気とか、北海道がそうさせる、はい
もう自然のデカさからね、でっかいから俺の顔なんてちっちゃいし、いやでっかいでっかいですでかいですでかいです、はい、失礼しました、はい、どこまで喋ったかでもさ、そうだ、その中でさ、まあなんて、なんていうのこういうの J2J1 にエレベータークラブ、そうクラブって言われる中でさ、はい、どういう意識でいたの、なかなか難しいじゃん、いや難しいっすね、やっぱ互角に戦えるとこまで行けてなかったっすよね、やっぱり まず、まあ、そこは、まあ、選手層なのか、まあ、それをたどっていくと経営規模なのかとか、うん、選手の質なのかとかいろいろあると思いますけど、やっぱ難しいっすよね、整ってない中で戦って結果出していかないといけない、うん、まあ、もちろん自分たちはそのねチームの規模とかを言い訳にしないですけど、うんうん、まあでも単純に、まあ、能力が足りなかった、うんうん、残っていくため の僕もそうですけど、うん、チーム全体のその能力が足りてなかったなっていうところから、やっぱある程度整ってきて、うん、まあ、残留できたことによって、うん、まあ、あの時も途中から入ってきた、ね、ジェイだったりチャナだったりっていうのがしっかり活躍してくれたっていうのもありますし、まあ、チャナが来たことでより、ね、魅力というか情報発信も増えたり、北海道の中でも、ね、ちょっと価値のある情報を出せるようになってきたことによって、うん、なんて安定したっていうか、うん、まあ、まあプラスやっぱミシャが来たこと、うん、ののさんが来たこと、はいはい、これは本当チームにとってすごい大きいことだったんじゃないですかね、みんな言うね、はい、本当ね、いやでも確かにののさん来てからなんかコンサドーレっていうのを全国的にもね俺はも耳するようになったし、うん、なんか面白いことやってんなっていう感じでね、うん、そんなじっくりは見なかったけど、なんかそういうイメージでは見てたなと思って、まあ実際来てみたら本当に面白いことしてるし、うん、まあでも残るためには多分あのヨモさんのね残った時のサッカーっていうのはベストだったと思いますし、うん、まああれで結果出せたっていうのは、まあ、チームの自信にはなりましたよね、うん、まあそっからねかなりのシフトチェンジしたわけで、うん、そうだね、まあ周りの不安とかはあったと思いますけど、うん、まあ監督をも信じてみんなついていった結果、うん、プラスその前の年のヨモさんがやってた今までやってきたコンサドーレっていうチームのベースがあったからこそ成功だと思うんで、うん、まあ本当に積み上げてきたものですよね、うん、やっぱ大事なのは今までのその、まあね、歴史、まあ、知らない選手も、ね、若い選手は知らない選手もいるかもしれないけど、まあ、コンサドーレとしてはやっぱりその歴史を無駄にはしてないなっていうのは感じるし、はい、俺がもうチーム入った時なんてもうチーム出来上がってたから、うん、その雰囲気はね、はい、まだ新しい監督が今年からね西田ってなったタイミングで俺来たんだけど、お前雰囲気良すぎじゃねみたいな、うん、すっげえ仲いいじゃんっていうのがイメージだったから、だからそれはやっぱりああなんかいいチーム来たなっていうのが俺なんか第一印象だったね、いやいいチームでしたよね、うん、今もそうですけど、うん、でも監督が来てやっぱもっとでもサッカー上手くなった気がしますよ、やっぱまあ、なかなか年齢も28、9とかなってきてた段階だったんで、まあ、これから伸びていくにもやっぱその成長速度っていうのはちょっと遅くなってくるのかなっていうか、うん、まあ、ある程度、ね、止まってきてるかなっていう時に監督と出会って僕自身も上手くなりましたし、うん、まあ、上手くなった、ね、選手はたくさんいると思います本当に、うん、その中でやっぱ1年目で5位とかでさ、はい、やっぱ欲は出るよね、タイトル取りたいっていうさ、ああ間違いないです、間違いないです、ね、白黒としても見えなかった、はい、正直ね、まあ、言ってはいましたけどね、うん、まあ、言ってはいましたけど、まあ、現実的に見えて、うん、志でしたからね、うん、まあそれはそうだよね、はい、グラウンド立つ以上やっぱりチャンピオン、はい、ね、タイトル取りたいですって言わない選手なんてどのチームでもいないし、はい、まあ、それがしっかりとした、まあ、4位ですか、うん、4位だったりルヴァンの準優勝だったりっていう、うん、ところで、まあ、自分たちもそこにチャレンジする権利は出てきたし、うん、やっぱ明確な目標にはなりましたし、うん、僕自身のねサッカーの目標にもなったんで、うん、
でも28、9、まあ、30とかでもさ、うん、なれるんだなとかさ、はいはい、サッカー楽しくなるよね。いや楽しいっすよ、ね、本当に。やっぱそれって生きてるってなかなか出会えないじゃん、サッカーやってても、うん、いやなんかあれですね、初心を思い出しました。やっぱなんていうんですか、やっぱ別に今までの当時ですか、ちなみに中学校のあの当時ですか。小学校っす。中学校遊び行って海行って、はい、カラオケ行って、その前ですね。その前です。あのなんていうんですかね、やっぱ根本的、まあ、点取るサッカーになったじゃないですか、うん、今までは勝つためにしっかりブロック作って、はいはいはい、勝つためにやってた、はいはいはい、でもなんかやっぱサッカー始めたのって、うん、点取りたかったんだな、うん、ゴールの喜び、うん、これにね勝るものないっていうか、ない、まあ、それが勝ちにつながるっていうか、やっぱサッカー点取ってなんぼだなっていう、うん、それで勝てれば一番最高、一番楽しいし、うん、嬉しいし、うん、あこれだなって思いましたよ、うん、やっぱサッカー始めたのこれだと思って、うん、おいや俺もそういう感じだったからさ、はい、いやひろきもやっぱそうだったんだと思ってなんか嬉しかった今。いやでも本当にね、あの人ってまあ俺シンプルにああいう親父になりてえなっていうかっけえなっていうのがシンプルでさ、はい、だから結構ミーティングとか結構長いんですよ。でもまあ同じことも結構言うんですけど、結構俺好きで、なんかもう一回、まあ、何回も言われることで思い出すこともあったり、いやもう聞きましたよってこともあるんだけど、でもなんか人生で大切なものってっていうのもなんかもう一回思い出させてくれたりとか、なんか一人の人間としてねかっけえなって思ってるんだけどね。いや間違いなくそうだと思います、ね、特にね、いい時チームがいい時っていうのはなかなか入ってこないもの、うん、そのまま雰囲気で流してしまう、うん、ああいい話してるって思って流してしまうこともあると思うんですけど、うん、やっぱこういうなかなかチームがうまくいってない状況の時に改めて聞くと、やっぱすげえ大事だなっていう 思うことだったり、うん、やっぱそれを意図して多分言ってると思いますし、タイミングとかうまいもんね、はい、そうやっぱりあとはね、人間っていうのはやっぱり、ね、あのいい時は大丈夫なんだけど、やっぱり悪くなった時に本当の人間性っているんですよってもう、はい、そうですね、いつも言ってたもんね彼はね、はいはい、うん、確かにあの人の出会いは大きいな俺も、あいつまでもやってほしいけどね、やってほしいですね、まあ、でもあの人はねやっぱり、まあ、正当な位置の順位の監督であるためにも俺たちもね、はい、あんな悲しい思いさせたくないなっていうのも俺も一つだし、まあでもひろきもさ、俺も J2 降格昇格の経験もあるし、そういう意味では今の状況で、まあ今いつ放送されるか分かんないけど、まあ、その中でも、まあ、俺は必ず乗り越えられるものだと思うし、なんか逆になんか楽しんでるって言い方はあれなんか良くはないけど、うん、まあ俺たちだったら絶対できるなっていう気持ちが強いから、こういう意味でもやっぱり過去の経験というのもね、俺らベテランというのが生かさなくちゃいけないし、はい、まあ、ひろきはね常に変わらずやってくれてると思うし、このキャプテンとして。でもこういう時ってどうなの？いや全然ですよ、うん、全然危機感はもちろんあります、はいはい、やっぱ今現状良くなかったり結果が出ないことに対して危機感だったりっていうのはありますけど、パニックにはなってないですね、うん、動じてはいないです、うん、やるべきことは分かってるし、まあ、それをまあ、あの菅さん含め新司さん含め上野選手が若手に対して提示していると思ってますし、監督もやらなきゃいけないことをみんなにちゃんとこう提示してくれてると思うんで、まあだからブレることはないですよね。あとはそこで結果を出していくこと、うん、まとまっていくことが重要だと思いますけど、こういうさやっぱりサッカーとかやってたらなんか自分がうまくいかない時とか逆境の時あるじゃん、それはチームじゃなくて個人の時もさ、はい、そういう時どうやって乗り越えるとかさある、どうやって向き合うとかさ。ああでもどうですかね、でも僕は真剣に結構がっつりそれを考えないようにするとかじゃなくて、うん、しっかり向き合います。だから僕今年ちょっと出る試合も少なくなってきた時に、うん、やっぱなんかこれってやっぱ変化していくことが必要なんじゃないかなって思って、すげえチャンスだなと思って、だからねトレーニングの部分だったり改善をしようと思って、なんか変化していくのって怖くないなって、やっぱどうなんか怖い人もいるじゃないですか、自分が変わっていくことに対して、しかもそれってすぐに結果が出るものじゃなかったり、
これって本当に大丈夫なのかなって思いながらやってる人もいると思うんですけど、うん、僕どっちかというとそういう変化はやっぱ怖くないんで、うん、まあ今が変わるタイミングなんだなっていう、だからちょっとずつは変わってきてますよ ね最近は、はい、ミスター臨機応変ですね臨機応変っていうか、いやそういう柔軟性も、はい、柔軟性があるっていう、ね、まあそうですね、適応していこうっていうその状況に、まあなんか杉さん言うじゃないですか、うん、停滞したらなんか衰退の始まりみたいな、誰かが言ってたみたいなこと、みたいなこと言うじゃないですかみたいなことじゃねえそれ言ってるじゃん、だからやっぱね、このまま、なんか何もしないよりは変化していった方がいいのかなって僕も思ったのもありますし、うん、そうだね、はい、なるほどね、いやだから俺逆にさ、なんかそういうなんかあんまうまくいかなった時は、まあ、聞きたくないだろうけどいやもう俺もすっげえ冷めてるっていうかさ、もうさ、はい、まあこんな乗り越えられなかったらまあ俺そこまでだから別にいいやみたいな、ああなんかもうなんかそれだからもうやることやろうみたいな、ルーティンですもんね、いやルーティンじゃねえよお前、サッカールーティーンだって言ってました一緒のね、僕らが行く床屋さんのねあの髪切る人が、杉谷さんはサッカールーティーンですからみたいな、はい、杉谷さんはビジネスマンで、いや違うサッカーはルーティーンなんですよってめちゃくちゃなこと言う人がいるんですよ大平君っていう人が、本当に日本一の床屋さんなんですけど、本当にもう注意してますその中で、まあ、最後ではないけど、なんかキャプテンシーとかあるんですか、キャプテン像はないっすよ特に、うん、今何年目キャプテン、うん、何年目っすよ、6年目7年目6、7年目だってもう20前半中盤でもうキャプテンだもんね、それはなんかそうっす、ね、若い方だからね、うん、全チーム、まあ、世界的に見てもそうなんすか、そんな、うん、若い方だと思うよ、うん、でもそうっすね、でもやりたいなって思ってたですよ、だからリュウジさんから、うん、キャプテンやってみるかって言われた時に、うん、あすぐやらしてくださいって言ってた、でもそれはちょっとやっぱ自分の考え方が変わってきてる時期だったんですよね、うん、自分のことっていうよりチームで勝ちてえなみたいな、そのために何かできないかなって、試合中ももっとこうしてくれるという要求も増えてた時期だし、その変化を恐れないっていう男の中でね、はいはい、何かが変わって、だからそのタイミングでリュウジさんから話もらってすごい良かったですね、でまあその自分のことを表現するっていうのはまだ苦手だったっすけど、まあ、キャプテンにやることによって、まあ、話することだったり、まあ、チーム自分の発言に責任持つこととか、やっぱ自分の発メディアとかで発言したことがもうチームの発言になるわけじゃないですか、だからそういう責任感だったりとかは自分に足りないなと思ってたんで、まあ、すごいそこは成長したと思います、キャプテンやって。でもリュウジさんもだからそこがヒロキが変わったら何か変わるんだろうなっていう目線で多分話し合ったんだ、まあ、そうだと思います ね、はい、だからね、僕は今思ってるのはもう僕、まあ、辞めたいとかじゃない、キャプテンは、うん、辞めたいとかじゃないですけど、まあ、そういう状況の人いると思うんですよ、うん、ちょうど若い僕らがやり始めた年齢とかの人たちで、だからそういうチャンスがあるならキャプテンやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、僕が辞めたからといって別にチームに対する思いとか行動とかが変わるわけじゃないですし、うん、だからなんかそういうアクションあったもんね今年ね、はい、まあ、誰とは言わないけど、まあ、そういうアクションあったけど、でもやっぱりミシャがいやお前がいいっていうね、ミシャはね、あんまそういう変化は、うん、好まないタイプ、まあ、変化っていうか別に好まないとかじゃなくて、いやお前がキャプテンだよって俺は多分だと思ってたと思うんだよね、俺もそう思ってたし、うん、まあでも僕的には、まあ、もちろんキャプテン地位っていうか、キャプテンっていう立ち振る舞いだったり自分の行動は変わらないんで、うん、まあ僕はいいかなと思うんですよね、うん、まあ、そういう経験してやっぱそれがプラスになると思うんですよね、チームに対して僕が続けることで生まれてこないものもこう分け渡したことで僕は変わんないですけど、ね、この人が成長してくれればまたチームのためになりますし、うん、っていう思いはすごいあります、うん、今はね、まあキャプテンっていうポジションじゃ、ね、じゃなくてもやっぱり若手はそういう責任を持つってことで行動変わると思うから、
まあ、俺は常にキーパーは常にそういう存在じゃなくちゃいけないっていうのを言われてたから、そのプロになった時のキーパーコーチに、まあ、そういう体現はできてるかできてないか分からないけど、すごいですから。いや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 、存在感がね、顔のデカさだろそれ北海道、俺が言う前に言わないからさ、ひどいでしょ北海道のスケールと一緒にしてますけどね。でっかい道って言われてる。でっかい道は北海道ね、杉野の顔はね、北海道ね、あ、いいっすね、杉野の顔はでっかい道、あ、いいっすね、変えましょうか、変えましょうね、名前 YouTube 名前ね誰も見ないから、今でも見てないでね、これ最後、まあ、最後じゃないんですけど、まあ、ちょっとセカンドキャリアに関してね、はいはい、いろいろ聞いてるんですけど、まあ、ないはないでもいいですし、いつから考えてたのかとか、ちなみに僕はもう本当に18の時からもうサッカーってまあ終わりがあるから次のことっていうのを漠然とした考えはあったんだけど、なんか今そういうイメージってあるんですか。まあ、チームには関わりたいなって気持ちは強いです、うん、まあ、ただ、うん、チームを大きくするというか強くするというか、うん、まあ、いろんな関わり方があると思いますけど、そこはまだ漠然としてますかなり、うん、まあ、ただ今はね、子供が、まあ、サッカー始めてる年代で、うん、まあ、育成の重要性とかもちょっと見えてきたりしてますし、うん、まあ、でも、ね、トップの、コーチだったり監督だったり、うん、いろんな関わり方があると思いますけど、うん、これはあんま言え、今のは結局はじゃあ生涯コンサドーレ1000円ということに受け取っていいですね。まあでもね、はい、そこは関わっていくことは間違いないか、僕の中でもうなんか背中にコンサドーレのタトゥーでも入れようかなって、それはダメです、言ってるとか言ってないとか言ってないです言ってないです言ってないです、別にねタトゥー入れなくてもそうなってますからね今ね、はい、もうね、うん、でもこんな話してて来年なんかビッグ遺跡とかしたら超ウケます、ね、いやいやいや、ボロクソ言いましょうね。いやでもいらないって言われたらね、まあまあまあ、でもそうせざるを得ないかもしれないです。それはそう、サッカー選手、まあ、そこでね、やめる決断をする人もいるかもしれないですけど、うん、結局はね、需要と需要ですからね、はい、うん、いやそうすごい、いやまずはやっぱ僕は戦力であり続けないといけないと思うので、まあできるだけチームのためにまずは、でも考えないといけないんですけどね、セカンドキャリアのことも考えないといけないんですけど、うん、いけない年になってきてますし、うん、いや、常に、いや別に俺そうは思わないよ本当ですか。でもねやっぱ感じ始める年ではあるんで、まあね、まあね、まあね、まあそれも人生、人生でもね続くからね、まあ、がっつりはだから考えてないです、うん、まずは今現状ね僕プレーさせてもらってるんで、うん、まずは、うん、選手として戦力になること、うん、はいはい、いるだけじゃなくて、まあ、戦力になりたいんで、うん、ピッチでそれをやることですよね。いやー、いろいろいい話聞きましたね生涯コンサドーレ札幌宣言、まあ、かっこいいな、シンプルにかこいつかっこいいなっていうね、どうなんですかね、うん、まあでもいろんな考え方があるんで、うん、僕はずっとコンサドーレにいて、うん、だからこそ貢献できる部分もあると思いますし、うん、まあ、本当はねいろんなところを見て、うん、いろんな良さを知ってそれを還元する方がスケールはでかいかもしれないですけど、でもこの今グローバルな今時代で別にねそれは勉強しに行けばいいわけだし、うん、まあ、もちろん現場に入んなくちゃいけないかもしれないけど、まあ、この全世界を 見渡しても同じチームに位置づけてる人の方が圧倒的にっていうよりも本当一握りだから、いや俺は素晴らしい、まあ、俺は羨ましい、シンプルにバンディエラっていう言葉は僕は恥ずかしいです、すげえなんでだって他のチーム見てください、うん、中村健吾さんとかですよ、実績がちょっとやっぱ違うんですよ、いや実績の問題じゃないから、いや僕はそこちょっと別にそこしなくて、しなくていい、言わなくていいですよって、なるほどね、はい、なんかその控えめなところがいいね、いやいやいや、逆にそういうところはもう使わせてもらいますみたいなさ、食い気味で来る人が多いと思うけど、なんかこの控えめなね、やっぱりなんかいい男だね、まあ、自分で言うことではないと思うんで、うん、まあ確かに確かに、はい、そういう客観的な見え方とか、うん、まあ、気にしながらもこの柔軟性のゴム人間ですよね、だからルフィってことでいいですか、じゃあ札幌のルフィ何言ってんすか、柔軟性、柔軟性見たことないでしょ、ないんですルフィってやらかいしか知らない、はい、そうなんですよね、その若手の今の映画のノリに、うん、最近ね、ついていかなくて大丈夫ですよ、ワンピースの話してたんで、はい、ちょっと僕も入りたいなと思って2、3冊で終わっちゃいましたね、字が多すぎて、めっちゃ出て100巻以上出てるんだから、100巻ぐらい出てるんですから、ね、まだ人生やり残したこといっぱいありますよ俺、はい、頑張ります、はい。
本読むこと漫画読むこと、ね、漫画読むこと、はい